2017年10月03日11時29分更新10月3日12時05分大河ドラマ、西郷どんの新たな出演者発表会見で挨拶する主演の鈴木亮平さん、右は相かな役の二階堂ふみさん、イコール3日午前、東京、渋谷の NHK 放送センター。写真を見る NHK は3日。鈴木亮平さんが西郷隆盛役で主演する2018年放送の大河ドラマ、西郷どんの新たな出演者を発表した。島送りとなった西郷を救い、結婚する相かな役に二階堂ふみさん、西郷の弟、つぐみち役に錦戸亮さんを起用した。出演者はこのほか、大久保利通、瑛太さんの妻、マス役に三村さん、江戸幕府13代将軍の徳川家貞役に又吉直樹さんらが決まった。西郷どんは、林真理子さんの小説が原作で、脚本は中園美穂さん。電子版1周年記念。1万円分商品券やクオカードが当たる。北彦山線の復旧、鉄道以外の輸送も視野。九州豪雨で普通大人綺麗メイク術、チルダ大人女子力アップ。プロが教えるメイク術から、